皆さんこんにちは。それではね、今日はの玉ねぎを巻きます。玉ねぎですね、品種いろいろありますけども、この先週中高期、これはとても作りやすいですから、初心者にはね、これがおすすめです。それで種まく畑ですね、まくときに1平方メートルあたり堆肥を 2.5kg、駆動石灰 100g、化成肥料を 100g を施しておきます。そして埋まっておきます。そうしましてですね、ここに巻くわけです。それではね、巻いてみます。巻くときはね、このような棒で、こう筋をつけましてね、こう。これはここまでつけたり、ここはもう巻いた後ですね。巻くときはこのようにこう10センチ間隔にこう筋をつけてきます。そしてここに巻くわけです。それでは巻いてみます。これが種ですね。小さい種ですからね。これをこう一粒ずつ巻きます。そうやって巻きましたらね、土を軽くかけましてね、乾燥しないようにこう軽く押さえます。これで巻き方終わりです。これで終わりです。で、次にどんどん巻いていきます。これ種はね、去年の種の残りですのでね、種があれば種巻き、ゴムベで巻けばいいんですけどもね、これ種が少しでは機械では巻けないんです。それで手で巻いてるわけです。種はね、これ5年ぐらい冷蔵庫入れておけば持ちますから、家庭菜園では1袋を使えませんのでね、使った残りはね、冷蔵庫入れておけば5年ぐらいは何でも、大根でも白菜でもごぼうでも全部使えますから、無駄な出費しないでね、一体買いに行くのも大変です。田舎は店がないですから、遠いところまで買いに行くんですから。ですからね、こうやって巻いた残りの種は取っておきますば、5年ぐらい使えますのでね、そうやってください。その方が経済的ですからね。で、一つずつ巻きます。これ種まきゴムで巻けば楽なんですよ。ところが種がいっぱいないとね、種が少しでは種まきゴムでは巻けないですから、それでこれ手で巻くんです。巻きましたら軽く土をね、5ミリぐらいかけまして、そして手で押さえて乾燥を防ぎます。これでいいんですよ。こうやっておけばね、ひでるにも目が開きますから。土をかけまして、軽くと押さえますね。はい、これで終わりです。はい、以上で終わりました。